せーの、恋愛節。こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生、さらに不安なので石坂さんに助けてもらいながらお届けします。最後までお付き合いください。はい。ですね、今日、はい、まあ、今週が43回目ですね、うん、43回目。ちょっといろいろとバタバタしてて、あの前回のちょっと台本を持ちながら喋ってるんですけど、はい、ちょ前回が42になってんで、今回多分43ぐらいかなみたいなね、多分ねっていう、多分ねっていうそんな感じなんですけど、ちょっと一つここであの名言いいですか、はい、最近なんか逃げ恥をちょっと店長自身ハマってて、はい、でなんか新番組が始まるから、うん、もうここで放送終わりますよみたいな急にね、急に終わったらしいね、続きは TVer でって多いと思ったこんだけ毎週楽しみにしてるおじさんがいるのに新番組どうのこうの言ってる場合かって思ったんだけど、まあね、一応ね、それはあのテレビ局の都合により、まあ仕方なくそうなってるはずなんですけど、おじさんのためだけに番組は続けられんから、ね、はいはい、でも一応 TVer で見てますよ、その後の続きをね、おじさんは、はいはい、飯食いながらちゃんと見てますよ。でなんかちょっとそれで思ったのが、はい、うん、まあ星野源が何だったっけ、うん、平正さん、平正さん、うん、平正さんなんですけど、うん、の平正さんも関係ないか、ガッキーの、ガッキーの三國さんの、うん、お母さんが言ってた名言で、運命の人、まあなんか運命の人ってあるのみたいな、いるのみたいな、ガッキーが聞いて、うん、で運命の人はいないよ、結婚なんて結局2人がなんか努力し合って、うん、なんていうかな、まあ、輝かすようにやっている、うん、うまくいくようにお互いが頑張ってるから結婚って長続きするんだよみたいな、それで成り立ってるんだよ、そうそうそう、その話をしていて、うん、で自分は運命の人なんていないと思う、うん、でもこの人を運命だって思えるようにしているっていう、うん、これを聞いた時に、あ、名言だなと思って、うん、そうだな、なんかね、運命の人って思うんじゃなくて、うん、この人を運命の人にする、うん、自分で努力して、すごくなんかいい言葉だなと思って、うん、もうなんか毎回この逃げ恥見てね、全くって感じだね、全くその通りって感じだね、そうだなと思って、うん、そうだ、なんか運命、この人運命だなって思うよりかは、うん、自分でその人を運命にする努力、努力っていう言葉もおかしいけど、うん、まあ、なんかそういう風に考えていかないといけないのかなみたいな、ね、まあ、そうやって2人で楽しんでいけるような雰囲気を自分も頑張って作っていくっていうような、そう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 、うん、でなんかね、その中でいろいろね、うん、2人のなんか、うん、ああじゃないこうじゃないがあるけど、うん、やっぱこの人を運命の人にするために、うん、この人のことを人一倍思って一緒にいてみたいなね、それがなんか結婚生活なんだろうなってちょっと思ったんだけど、初っ端からこんな深い話して大丈夫大丈夫ですでも、ね、その後にはやっぱね、やっぱ改めてあのお母さんとかじゃなくてガッキーが一番可愛いなみたいなね結局あそうそう結局ガッキーを見ながらデーデーしながら画面に向かって喋ってる店長がいるみたいなね、はい、なんか笑顔思い浮かぶなじゃあ番組は終わっちゃう、紹介していこうな番組紹介しようね、お願いします、大丈夫か、あと4回だぜこの番組で何の話してるか相変わらずグダグダでそうですね、はい、仕切り直して、はい、この番組は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です、はい、実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください、はい、ただしネタがなくなり次第ツイキャスを取り入れてメッセージは拾いません、拾います拾いますっていうか、まあ、あと何回かしかないからな、拾ったところでだよな、はい、メッセージ来てください、まあ、メッセージは来ないです、はい、番組内容としてはリスナー参加型となっており、はい、恋がしたくなるコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていけないと思うんで、いつかあ違うな、なんかあのぶっ飛ばしすぎたな、はい、メールアドレスは797@fmギノワン.com、 はい、それでは CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖
縄ベタニアチャーチ。続いてはメインコーナー、恋の妄想。イエーイって43回言ってるんだね。何の工夫もされてないけどな。俺は必死に工夫ばっかしか考えてないけど。はい、このコーナーは、はい、作家の店長が空想により考え、うん、空想により考えた恋のシチュエーションをお題とし、うん、我々2人がお題に対して答えていきます。その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい、良かった点悪かった点について議論し、恋愛節で出世してもらうコーナーです。ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。あ、すいません、水飲んでました。ちょっと気抜きすぎじゃない？すごく忘れてました。もう最終回前だよ。頑張ってよ。はい、廃止となるってよ。でどうすんのそれ。廃止となるところが番組が終了するんだ。いいんじゃんこっちは。まあ廃止にしてください。はい、廃止なるんかい。7月、まあ、はい、7月ですね。もう上、もう7月ですね。上半期は終わって下半期に入るんですか。そうですね、7月ですから早いな。はい、うん、ちょっと今日いろいろバタバタしていて、はい、まあ、月刊プチコーナー本来でしたら新しいお題に移るんですけど、うん、ちょっと今週まではすいません、はい、諸事情により、はい、考えてないので、はいはい、6月の月刊プチコーナーを使って、うん、まあ、ざっくり答えられればなみたいなね、そんな感じでやりましょうね。引き続きってことよね、はいはい、同じテーマで、はいはい、でテーマが、同棲したらやってみたいこととはですね、うん、なんかあります？初っ端に行きます？それとも店長から行きます？もうさっと流すような感じで、うん、あ、じゃあ店長からで、はい、行きます。うん、うん、自分はあれですね、なんだろう、ソファーがあって、うん、で55型の、うん、テレビを目の前に、うん、ソファーに2人で座って、うん、でガッキーが、うん、首を肩にもたれかけてくるみたいなね。もうガッキーって言ってるしな。同性同行じゃなくて、もうガッキーって言ってるしな。いや、あのシーンよ、超良くてよ。でもやられたいなと思ったんだけど、はい、なんかある。じゃあ俺はガッキーが、ガッキー今日はハグの日ですっていうのがいいかな。いいな。いいね、俺もあれ欲しいわ。本当によ、お金払ってからガッキーが来てくれるんだったら俺いくらでも払うよ。本当に羨ましいなと思うんですけど、はい、変なプチコーナーはもう終わりにしてるんで、はい、まあ本題のコーナーなんですけど、はい、恋の妄想、うん、第3章ですね。そうですね、2章は、まあ、明美さんが出てきて、うん、いろいろてんやわんやで、うん、まあ、クズを全開でやったんですけど、クズ街道まっしぐらだったよね。そうでしたね、うん、で、3章の恋の妄想は、スーパースターになったらっていうお題で、うん、ちょっとまあ綺麗な男を描いていければな。まああと何回かなんですけど。多分無理だと思うんだけど。主人公やっと目が覚めた。目が覚めてスーパースターになったらとか言い始めてるからね。目覚めてる。覚めてないな。まだちょっとおかしくない。ちょっと余韻が残りつつ、まあその中でね、ちょっとずついい男になっていければなっていう気持ちで、はい、まあ描いてるんですけど、はい、あとですね、で、まあ、明美さんに先週は、告白して、うん、で、まあ我々ヒロイン石坂さんの方に綺麗に、なんていうんですかね、お断りの、はい、はい、言葉をいただいて、はい、でまあ、それからのちょっと続きを今回描いてみました。うん、まあ三章なんで、初っ端だけはちゃんとシチュエーション聞いてほしいなみたいなね、はい、そんな感じで読んでいきたいと思います。しっかりお願いします。しっかりプレッシャーだな。まあいいや、はい、今週のお題なんですけど、はい、CA さんゲットだぜってポケモンゲットだぜみたいになってるけど、初っ端ふざけてる。いやそうでもないですよ。CA さん出てきた。スッチーだよね、キャビンアテンダントさんね。CA さんですよね、合ってますよね、うん、自分で書いといて。あれ CA って合ってるかな。まあ、ちょっと余談はいいな。本当読みます。茶番はやめとこう。明美さんに、はい、見事に振られてから3年が経ちました。明美さんは最後に優しく僕を振ってくれた後、社長の座をお父さんに返上し新しい会社を設立したと風の噂を僕は耳にしました。その噂話は僕にとって複雑な気持ちでした。この3年間は呪われたように女性との出会いもなく、
ただ独身のプロとして経験値が高くなっていきました。そんなある日、逃げ恥だな。ちょっと挟まないで最後に言って。ちょっと今慣れ切ってるからナレーションになってるから俺ナレーション。すいません、はい。店長っていうナレーションだからね。はい、そんなある日。店長っていうナレーション。ちょっともういい。すいません。ちょっと一人事が。もういいよ。ちょっと心の中で喋ってる。わからんのでしょ。はい。そんなある日、友人の一本の電話が僕の人生を大きく変えました。友人、すげえ美人の CA さんと飲むからお前も参加してくれないか。のお誘いに僕は大きな声であざーすと喜びました。当日会場に着くと4人の女性が楽しそうにお話をしていました。僕は一人の女性を見てびっくりして心臓が3倍速で動きました。その彼女はなんと僕がクズ男だった時の元カノでした。すると元カノも僕に気づいたのか優しく微笑んでくれました。友人は元カノの横に僕を案内してくれたので僕の心の中で後で殺してやるとつぶやき元カノのそばに座りました。今日ちゃんと感情が入ってるでしょう。ちょっといろいろ少ないよ。ちょっと元カノは僕に初対面のように明るく話をかけてくれました。まるで出会った頃にタイムスリップしたような気分でした。楽しい時間はあっという間に過ぎ、友人が会計を済ませようとすると元カノからもう一杯飲みたいから最初に二人で行ったバーに行かない？内心かなり嬉しいのを隠してクールに、ああ明日も仕事だから30分だけだったら大丈夫だよと僕が言うと元カノは喜んでくれました。その後何言ってまだクズじゃない。ちょっと反省してないな。ちょっともう終わってから読むんだよ。その後はバーに行って2人で会話を楽しみました。突然、まあ、彼女からね、うん、突然彼女からあの時は全てが幸せだったなを聞いて僕は彼女が喜んでくれそうな言葉を考えることにしました。ではあなたはどんなセリフで彼女を喜ばせますか。ただしどんないいセリフを言っても罪は消せないのでどうせならクズ男に戻ってはみたいなね。まあいかがって言いたかったんだけど今いかがっていう言葉が出なかっただけなんですけどね。なんかちょっとあの違うふうした内容ではあるんですけど、はい、まあ、結局ね、あけみさんと終わった後にで、まあ、もう3年ちょっと呪われたように女性の縁が全く途切れてしまって、うん、でそこからまあ久しぶりにね友達からね、うん、CA だぜって飲みに行こうぜみたいなね、そんな話から朝って、なんか誰かの話みたいだね。誰かの話か分かんないけど、うん、でなんかねそれで朝って乗りかかったのはいいものの、うん、その会場にまさかのね元カノがいるっていう、うん、まあでもそのまさかでびっくりはしたけど、うん、元カノは意外になんだろうな、うん、昔の出来事がなかったかのように、うん、普通に接してくれる彼女がいて、うん、でなんかそれにまあ今はもうちょっとクズを卒業しかけてるんで、うん、まあ主人公もちょっとびっくりして、うん、あれっていう、あ全然気まずい感じじゃなくて、うん、普通に優しい感じで、そう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 、うん、逆にねなんかそれをなんか、うん、感じた時に、うん、あやっぱこの彼女なんか自分の中でいい女性だったのかな、まあ、歴代の中でねドキッと、うんうん、そこら辺もなんかいろいろ察してくれて自分のことを察した中でのこの対応の仕方だったのかなっていうのをなんか会話しながらね感じていって、でそれでまさかのねもうちょっと飲みに行こうみたいなね、でそこに誘った場所が2人で一番最初に行ったバーみたいなね、まあ一番最初の恋愛武士の一生もそういったなんか合コンで知り合って、でまあいい感じになって二次会はバーに行って、でそこからまあね次のデートのお約束をするみたいなのが最初の流れだったんですけど、うん、まあ、そのねバーにまた誘われて2人行って、でまあ昔の話はせずにただなんかいろいろとねこのバーで話をしている中、突然なんかね彼女があの時は全部幸せだったなみたいなね、ちょっと突然ちょっとつぶやくような感じで、うんうん、振り返って、でそれにちょっとドキッとして、あ今いいこと言わなきゃみたいなね、もしかしたらこの彼女が俺に戻ってくるかもしんねえみたいな、ちょっと茶番長くらいかとか思うんだって、はい、いうね、そういうなんかねいきさつの中でね、で、はい、まあなんだろうな、うん、
単純に、うん、我々ヒロイン石坂さんに言ってもらうセリフは、うん、あの時は全てが幸せだったなに対して、はい、我々は、うん、まあ、なんかちょっと彼女を喜ばせるようなセリフを、うん、まあ、いろんな思い出があって、ね、うん、まあ、いろんな罪もいっぱい犯したはずなんですけど、うん、まあ、その中で、まあ、そこら辺は加味した方がいいの。ちょっとね、あのね、ごめんなさいしか言えないんじゃない。でもごめんなさいって言ったら空気が重くなるから、なんかなんかな、何かをちょっとひっつけて喜ばせるように、喜ばせるような、うん、でその答えを、まあ、我々ヒロイン石坂さんの方に、うん、ジャッジしてもらって、はい、3章の幕開けで、まあ、その後最終回みたいな感じにしようかなみたいな、ね、しっかり答えなきゃな。しっかり回答も考えてないんですけど、やばいな。じゃあどうしましょうか。どんなします、どちらからいきますか。じゃあ先生いきますか。あ、いいですね、行ってみますか。こんだけシチュエーション店長が考えてるからな。はい、じゃあ石坂さんいいですか。大丈夫です。お願いします。じゃあお願いします。あの時は全てが幸せだったな。そうだね、自分も僕も全てが幸せだったよ。でドキドキしてたな。でも今あなたといると今はもっとドキドキしてるよ。終わり。なんでシーン。意外になんかあるかなって、ね、今考えた割には、うん、それなりに口数多かったなみたいな。まあでもなんかちょっとあの一生の時の、うん、あのこの主人公の感覚をちょっと思い出そうと思って、青春な頃の。でその時幸せだったなっていうのに対して、本当だったら、うん、こいつクズだからやらかしたことが、うん、それに対してちょっと答えきれないさね、うん、でまあ具体的には、うん、で答えきれないけど自分も幸せだったよって、まあ一緒にいた時の幸せだったよって、うん、でドキドキしてたよっていうのを言って、でも今もっとドキドキしてるよっていうのを伝えて、うん、彼女にもちょっとなんていうのかな、今でも自分は思ってるよっていうのをちょっと伝えようかなっていう、うん、感じですかね。全部が誰がヘビやねんっていうな、全部が思いつきなんで片言ですね。はい、そうですか。はい、はい、分かりました。なんだろうな、これ考えてない人はあれだね。ちょっとふわっとすんね。はい、じゃあ、店長行きましょうかな。ちょっとどうしようかな。まあまあもうなんかあっさりと行こうかな。じゃあもうドラムロール鳴らします。待て待て待て、一応あるくらい言わせるよ。はい、じゃあ石坂さんすいません、お願いしてよろしいですか。はい、あの時は全てが幸せだったな。ありがとうね、そう言ってくれると嬉しいよ。まああんなことやこんなことがいろいろあったんだけど、自分の中でやっぱり今まで歴代の女性の中で一番良かったと思うよ。ありがとうねにしました。うん、もうなんだろうな、うん、もうあの次のどうのこうのじゃなくて、やっぱなんだかんだ言ってあなたが一番良かったですよっていうのを、っていうのを伝えたいっていう、シンプルに伝えようと思って並べただけです、うん、それ以上の言葉をつけるとなんだろうな、ちょっとな、うん、まだ脱皮できてないような気がして、あえてそこをもう今はどうのこうのじゃなくて、やっぱ今まで振り返った中で、うん、あなたが一番でしたよっていうのだけを一言添えるだけでいいのかなって思ってね、うん、以上です。なんかないか、はい、やっぱり考えてないからね。なんかどっちもどっちだ。なんかいいよね、なんかね、元カノがあるだよな、CA さんになったらな、あ、いや逃した魚こんなにも大きくなったんだなってちょっと後悔しそうだよね。CA さんな、CA さんだったんだよ。違う、あの時は違う、あ、違うってこと。あの時は違うけど、3年という時が流れて、いつの間にか、そしたら CA さんになってた、 CA さんになって美人になってる彼女を見て、うん、あ、いや逃さなければよかったなみたいな、ね、どう思うんだろう、嬉しいっていうか、なんていうの、誇らしく思うのかね、うん、元彼としては、うん、でも思うんじゃない、うん、やっぱ自分が選んだ人がね、美人になったり活躍したりしたら、うん、あ、なんか自分の目は不思議なじゃなかったなみたいなね、うん、やっぱりいい女性だったんだなって思わずね、うん、それは思うと思う、うん、はい、じゃあ、あんまり無駄なコメントで時間潰すのもなんか欲しくないんで、とりあえず、うん、我々ヒロイン石坂さんの方にジャッジしてもらいたいんですけど、はい、まあ、なんか単純に何だろうな、はい、シチュエーションはいろいろ書いたんですけど、うん、選んでもらえるほどの内容じゃないんで、うん、単純に聞いて、まあどっちがまだ聞けるかなみたいな感じで選んでもらえればなみたいな。ちょっと耳に入るかなぐらいな。回答が全然大したことないんで今回は。大丈夫ですか。ですか、はい、じゃあドラムロールお願いしましょうね。はい、はい、お願いします。ドラムロール鳴らします。店長。
おお、ありがとうございます。これはなんか選んだ理由は何かあります？うん、なんか先生のはちょっとやっぱりふわっとしてるから、うん、ですよね。まあ、これが言ってるからね。確かに。でも 今の方がドキドキしてるよって言われて、うん、あ、おってなるのもあると思うんですけど、うん、はい、まあ、それよりは言葉すよ、ね、やっぱそうですね、店長のものの方が一応明確、なんか昔の話も一応まあ出して、でまあ、昔もいろいろあったけどさ、うん、みたいな、うん、っていう会話が一応あっても、うん、まあいいのかなって思いました。やっぱ女の人はちょっと分かんないっすね。あ、そうですか。なんか逆にちょっと今でも気があるよって言ってもらった方が、うん、なんかなんていうんですかね、ちょっと後悔してるんじゃないって相手が思うような感じがして、うん、なんだろうな、嬉しく感じないかな。まあ、男性だったらなんか、うん、ちょっとなんか、あ、後悔してもらってるんだなみたいな、あ、でなんか少し嬉しいような感じがする。3年だからな、けどもうだ3年って長いさ、月日が。それでもなんか、うん、今でもなんかちょっとパッて会うといいなって思ってくれるんだったら、うん、なんかそれはそれで幸せだなって、うん、男心はね、うん、って思ったんですけど、嬉しいけどね。女性の場合は意外にそうでもないのかなって思ってですね。あの時は全てが幸せだったなって言った裏には何があるんですか？ですね、そこは、そこですよね。はい、そこはあれですね、恋愛MCの振り返り編で、まあ、エレルトの、また語り合いましょう。作家のね、裏の部分をね、まあでも多分なんだろう、どうなんだろう。だからやっぱり付き合ってた人とって別れてしばらくすると、うん、いい部分しかなんか残ってないよね、うんうんうん、まあ、これ女性も男性も一緒なのかはちょっと分からんけど、うん、男はそうさね大体、うんうん、だから久しぶりこうやって会ったら普通にテンション上がるのかな。上がるんだはずね、うん、でなんかこうあの時幸せだったなっていうのは、うん、なんだろうな、2人でこのバーで飲んでるじゃないですか、うん、この2人の時間を久しぶりに味わって、うん、でなんかこの元カノも、うん、やっぱなんかこの人と いる時間、まあ、昔のこの人といる時間って居心地がいいなとかっていう、うん、居心地が良かったんだなって、うん、改めてなんか噛み締めているみたいな。これはな、もともと付き合ってた2人での、うん、そうそうそう、共感し合える部分かもしれないね、うん、知ってるさね、お互いにね、うん、いいも悪いもね、うん、でそれをなんかいろいろと喋ってて、うん、やっぱなんかこの人といる時って、うん、昔の自分は幸せだったんだはずねみたいなね、うん、なんかそういったなんかちょっと裏をついたニュアンスを若干持ってきたつもりなんですけど、ちょっとクズ男としてはボディーブローされたような感じだな。でもクズ男はあんな言葉並べてるからそこまではなんかね、汲み取れてないのかなっていうね。相変わらずバカだな。だからスーパースターになったらだから、スーパースターになる途中だからね、過程だから、まだなってないから、ね、ドラムも叩いてないぐらいだからね。はい、何の話してたっけ、ドラム。あ、ちょっと今日曲流したかったんだよ。でちょっと振り返りなんですけど、はい、まあ、2章終わったじゃないですか、うん、で2章最終回して、はい、でまあ店長と先生でちょっといろいろ話してて、うん、なんか2章のクズ加減、うん、まあなんかこんな言ったら例えたら悪いんですけど、うん、ちょっと今流行っている香水っていう曲があるじゃないですか、はい、あれのちょっと歌詞に若干なんか似てるなっていうニュアンスがあったんで、今日香水か自分が店長がハマってる逃げ恥の恋をどっちかを、星野源の恋をね、頭の中で毎日今恋が流れててよ、ガッキーが踊ってる姿がねずっとフラ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 してるんだけど、どっちか流そうかなと思って結局もう流す時間ないんで、まあいいかなみたいなね。そうだな、相変わらずの番組だなみたいなね。曲流したらエンディングがなくなるよみたいなね。はい、一応なんかそんな感じなんですけど、はい、一応まあ3章ですね、あ、はい、3章、うん、もう残すところスペシャルを1回、うん、まあ、今のレギュラー会のヒロイン石坂さんと店長先生で、まあ、一旦一つスペシャルしてですね、うん、最後らへんに、うん、でまああとレギュラー会を、2回ですかね、通常であと3、あ、そうだね、今日合わせて3回かな、今回合わせて3回かな、3回、うん、でまあ今の段階でいくと、うん、どうやら多分プロポーズまでっていう話はできないはずなんですよ、うん、でどのあたりで終わるかっていうのをちょっと楽しみにしながら聞いててもらいたいなみたいな、うん、はい、必ずちょっと落としどころをつけて、恋愛作家さんが、はいはい、やろうかなみたいな、ね、最後のお仕事だね、はい、だから一応ね、次週はどうしますよなんていうのはもう語るのやめようかなみたいな、うん、ちょっとめんどくさくなってきたんだよ。めんどくさいんかい。最後になって、いやいやそうではないですけどね、なんかいろいろ思いがあってね、ここら辺も、はいはい、皆さんも楽しみに、そう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 、お楽しみに、1週間ちょっとフルでいろいろとね、うん、
シチュエーションを考えていって、うん、でなんか思いを込めていこうかなみたいな。でまたね、卒業した後に年に1回ね戻ってきた時にね、うん、実際あの恋愛節の、ね、この恋の妄想、うん、どうだったのみたいなね、そういうメールが届けばなと思ったけど、そういうの届かんさな。届いたらあの恋の妄想アナザーストーリーが始まる。始まる。もう始まる届けばよちょどんなですか。15分からスタートの、あと1分くらいです。あと1分です。あと1分か。あと1分で喋るか。おねだからな、俺おねえもいろいろ考えたんだけど、おねえも終わりなの。おねえもうできなくなってるし、はい、なんか何てか知らないけど、はい、ありがたいよね、忙しくなってきてね。そうですね、もうちょっと本業が忙しくておねえお練習するところか、おねえの練習もできなくなったおじさんの練習をした方が早いんじゃないかぐらいの、ね、おじさんの真似だったらいくらでもできるけどねあの昭和を熱く生き抜いたねおじさん方のね真似をするのはできるのかなと思うけど、でもそれやるとねちょっと失礼なのかな。プロジェクト X みたいなまあちょっと、まあはい、ね、はい、最初ね、はい、いろいろと考えていきますの で、 そうです、ね、ちょっと最後までね聞いてもらえればな、うん、みたいなね、はい、で一応最終回ぐらいはな1通か2通桜でもいいよ何でもいいよとりあえずメール送ってやみたいなねじゃあ先生自分で送ろうかな。あ先生に書くのよなんとか3って自分でちょっと入れるよ、はい、じゃあもう大丈夫かな。オッケーです。どういう終わり方大丈夫かな。大丈夫か、最終回も大丈夫。バイバイ。はい。